ごい雨ですね。エミさん、大丈夫ですか？風邪ひいてないですか？イエーイ。ね、ガンバ大阪、今年も声かけていただきました、応援シンガーということで、4月マンスリーで、やらせていただいております大橋隆といいます。よろしくお願いします。今日はね、普通にライブをやるだけではないんです。なんとかね、今日は柏レイソルに、勝ってほしいなという思いを、僕一人で今日歌うんじゃなくて、後でスペシャルゲストもですね、登場するので、その辺もお待ち、楽しみにお待ちいただければなと思いますし、まあ、ちょっと雨なんでね、なかなかこう人ステージの方にこう雨ざらしになるのもちょっとっていう方も多いと思うんですけども、ぜひ、ぜひ集まっていただいて、短い時間ですので、歌を聴いて、一緒に楽しんで、そして、ガンバを応援したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分になるために昨日を捨てる。こんなにも難しく考えてた自分がいた。風を追い越して両手広げて、ひにひにこの想いは加速する。息を吸い込んで一歩踏み出す。震えて出てそのドア開けて、どこかで知らない誰かの笑顔が呼んでいるよ。道を塞いでいたわだかまりはあの空に消えてくから。あの空に消えてくから言葉にならない想いでもいつかは伝わるから。君のそばには優しい日の日がいてらすよ、どこにいても。一緒に出ましょう。ラララララ。
構歌ってくれてますね。ありがとうございます。あの雨で声が遮断されてるんで、もうちょっと声にしてくださいそしてテントで声が遮断されてますから、よかったら聞いててください。応援シンガーのガンバ応援シンガーの大橋隆です。中途半端な飛び方になりましたが、お許しください。